皆さんこんにちは、バロです。シビライゼーション6、嵐の訪れ、ハンガリー文明やっていきたいと思いますよ。戦争だね。大阪を手にかけて、っていうとこだね。ではとりあえずブダで宗教力を使って開拓者を一人買う。よし。で、米地で、何を建てるかな。まあね、労働者を作った方がいいとは思うんだけど、まあ、水車小屋かな、さっき。いや、労働者だな。労働者を先に進めていこう。そして、君で、戦闘を開始するよ。こうだな。多分速攻で落ちると思うけど。よし。よし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 。で、社会制度で、海軍。アンコールワット。これいいね。アンコールワット、じゃあ縦に行きますかね。アンコールワット縦に行こう。よし、こうだな。よし、では次のターン。大阪多分サクッと落ちると思うな。君を取りに行くか、日本の労働者。よし。そんな約束したっけ。日本帝国と交わした軍を国境から動かすという誓いは破られました。なんか誓いをしたかいねっていうところ、全然覚えてない全然覚えてない。ちょっととりあえず避難しておこう。では工場兵器で、よし、サクッと大阪を落としちゃおう。よし、これで終わりだ。よし。で、あの都市はいらない。ではここで何を作るかな。アレキサンドリア図書館でもいいんだけど、工業地帯、これを作っておこう。どうがいいかな。ここでいいんじゃないのかな。はい、よし。そしてここで太古の防壁。まあ神殿かな。いや、用水路を先に作って、穀物庫だ。では君で、この日本の労働者を取りに行こう。そしてこの都市を完全に、よし。では次。仏教やってるね。はいはいはい。間に合うかな。よし。では、岡山を落としに行きますかね。労働者で。はい。よし、とりあえずここに行って。一応君に、なんていうの、国境開放しておいてもらおう。高いな。まあいい、しょうがない。よし、これでマップが開くな。アンティキオは落とされたんだろうね。まあいい、しょうがない。景色、モンゴルの、視界だけでなく、
人も壊れるということを忘れてはならない。はい。モンゴルのあれだね、固有のユニットだね。よし。1,2,3 ここね。1,2,3 よし。そうだね。ここまで来るかな。じゃあ戻ってくるかな。うん、マップがだいぶ開いてきたね。ではこれでアブミもそうなんだけど、先に、城、これを先にアンロックしておきたいな。よし。では次へ。さて、はいはい。影響力ポイントを上げるから、鉄と麺をくれ。しょうがないね。はい。影響力ポイントがね、ちょっと欲しいですね。そして岡山を取りに行きたいんだが、あ、見てなかったな。どっち行った？いたぞ。いたぞ。よし、これでレベルアップをさせて、突撃か、装甲か、守りを固めている敵に対して戦闘力プラス10、遠距離攻撃防御時に戦闘力、まあ生存を目的としよう。高層化。よし。うん。ここの都市国家と早く出会いたいんだけどね、なかなか進まない。心で想像し、知性で作り上げるのだ。よし、建築学アンロックしましたね。とりあえず動かそう、軍をね。よし。さて、敵はいるのかな、そもそも。はい、よし、着いたね。ではここに都市を建てましょい。セゲド、よし。これでまた使徒が変えるぐらい、宗教力ポイントが溜まったから、その前に代表団だな。バレンケに先に入れておこう。よし。バレンケの指導者たちを標準でいいのかな。さて、ハンガリーはこの国にとって最初の宗主国となった。時代スコアプラス2。よし。ではブダで開拓者を買う。いや、ブダで買う、ブダで買おう。はい。よし。では次へ。日本がバレンケから宣戦布告を受けました。いいね。うん、戦ってんね。よし、やっとだよ。捕虜にできたな。うん、まあとりあえずリンクさせておいて一回飛ばして、君はね、そのまま守りを固めておいてもらって、遠距離攻撃ができないな。うん、回ってくるのもな。どうすっかな。こっちは一緒かな。よし、こうして、こうして、で、とりあえずここまで入るか。
さて、お、丘がねあるとなかなか攻撃しづらいね。うん、こうだ、ダメか。よし、よし、これでいいかな。岡山をなサクッと落としたいんだけどな。これで、まあいいだろう。よし、お、こっちに攻撃をシフトしたね。いいね。まああんまり関係ないんだけど、和平交渉しません。取引を拒否。岡山とあの仙台を落とすまでちょっと。刀剣制度の発達とともに鉄の鎧が発達し、やがて全身を覆った戦士が登場するまでになった。はい、封建制だね。あの仙台と岡山を落とすまではちょっと何もせず、和平はせず行きたいなと思いますよ。大敗か、さすがに強いな。岡山これ落としきれないから、もしかしたら。じゃあもう仙台だけでどういうこと。よし、よし、リスボンに出会いましたね。黒軍、国軍を作れと。お、敵が来たな。岡山欲しいな。でもかつてこの灯台は万人を導いた。はい、世界遺産ファロスの灯台できましたよ。天命、兵器を、建設したことで軍事訓練の形式を定めることが可能になりました。はい、よし、よし、これ美味しいな。ではこうして、これは全然無理かな、厳しいかな。まあとりあえずこれで仙台が落ちると。よし、1、2、3。よし、では都市を完全に崩壊して、金曜、1、2、3、こことかに建てれるはずなんだけどな。よし、ファロスの灯台に立つとき、聖ケシュフェヘルバールの人々の胸には過去の栄光が、去来するっていうのかな。時代スコアプラス3。よし、
いやー、それでも足んないな、時代スコア。これで、この馬を作るところ、これを作っておいて、日本と和平をしておくかな。このままじゃ、勝てないから。じゃあ和平を結ぼう。お金くれるじゃん。いいね。よし、これで和平をしましょう。よし、そんでは、君を京都に向かわせると。いいね。流れがいいね。よしよしよし。それでは生産で、ここで、いい加減船を、何体か作っておきたいんだけどな。ガレー船。はい。では、ここで、まあ、軍事を増やすのもそうなんだけど、アレキサンドリア図書館を作っておこうかな。先に工房だな。ここでアレキサンドリア図書館作れないかな。っていうかもう無理かな。いやでもこうやって見るとめっちゃ綺麗だね、本当に。あ、そういえばコロッセオある限りローマは続く。だがコロッセオが崩壊すればローマも崩壊する。ローマが崩壊するとき世界は終わりを迎えるだろう。はい、世界遺産コロッセオできました。さらに、あ、先にこっち。コロッセオに立つときブダの人々の胸には過去の栄光が狂来する。でいいのかな。時代スコアプラス3。そしてさらに、ハンガリーのガレー船が最初の航海を終えた後、船員たちは様々な場で自分たちが冒険ロックでいいのかな、を語って聞かせた。よし。道に石が落ちていたら拾っておくさ。それを使っていつか城を建てるために。よし、城もアンロック。アルハンブラ宮殿が建てるようになりましたね。これ美味しいんだよね、すごく。まあ、とりあえず、国軍、黒軍、まあ、これだね、殺せよ。を建てたいなと思うんだけど、とりあえずここでいい。はい。よし。では、船ができましたぜ。で、ファロスの灯台の効果、恩恵によって、移動力がプラス1、あります。っていうところだね。中世の防壁とかも作れるし、いろいろ作れるんだけれども、これはさ、なるほどね。馬がアップグレードできるんだ、黒兵に。まあ、とりあえず、穀物庫、そしてモニュメントを建てていきたいなと思います。では、ここ、代表団さん、これは美味しいね。だけど、ちょっと建てらんないな。では、太古の貿易、先にこっちかな。では研究、アブミを研究しておくか。軍事力強化だね。そうだね、こんな感じでいくかな。よし。でこれでブダで使徒はまだ買えないか。じゃあしょうがない。いやー、拡張プレイだね、いい感じに。よし、これで、製材所を作りたいなと思います。はい。板材が手に入るようになったことで、海運業が波に乗ることが期待されます。大量生産ブースト。190円ないと石膏アップグレードできないわけね。はい。では、休んでもらって、開拓者で都市を作る。はい。オープン。さらに新しい土地だね。
よし、いいじゃない。サクッと2つ都市ができましたけど、チンギスハンが一番今のところ都市数は多いのかな。拡張プレイって言っても、どうなのかな、多分そんなに配分的には早いくはないよね。どうかな。こっち見ておくかな。あと3ターンで世界会だね。そしてこれで、はい、アブズミ川、ここかが氾濫したね。モガミ川とアブズミ川のちょうど境目のところ。よし、では石膏で三平へのアップグレード。はい、初めてだね。この嵐の訪れになってから、新しくなった、新しく登場した兵だね。ではモニュメントで三平、ほうほうほう、君たちです。もうここから遠距離部隊に変わるんだ。白兵部隊ではなくなったね。よし、ではこうして、こうだな。そしてブダで開拓者を買って、まあこの海沿いでもいいんだけど、ちょっとこの内側、この辺に一つ作りたいよね。1,2,3 だから、ここに都市が建てれるはずだから、まあここに合わせて 1,2,3 ちょっと作りたいなと思うんだけど、どうかな。なんだこれ。水位の上昇による水害が最後に発生する土地です。なるほどね。こういうことがあるんだね。ということは、ちょっと考えて作んないといけないね。この辺に建ててもいいんだけどね。1,2,3。1,2,3。ここに作るかな。じゃあ、よし。労働者をもう何体か作んないとダメだな。では太古の防壁とかを作っていくかな。そうだね。よし、あと文化力がかなり弱いのかな。軍事系をちょっと、はい、世界会議へようこそ。世界会議が始まりました。はい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 。さてどうするかって話だね。は？この宗教のすべての、宗教ユニット、宗教戦闘プラス10、選ばれた宗教ユニットをすべてのプレイヤーが、はっはっは、なるほどね。ああ、これでも2人入ってんな。未知のプレイヤー。チンギさん、貿易。選択したプレイヤーに、貿易炉を飲ますと、起点側のプレイヤーにゴールド4、選ばれたプレイヤーはこういう色。これする？
プロテスタント。おお、なるほどね。いや、投票5でいい。そしてまあこれこうしてさ、対象我々にしようよ。これで優位になるんじゃない。まあこれ次進んでみようか。はいはい、これでいいです。はい、可決きた。可決、採択された結果 A、この宗教、すべての宗教ユニットの、宗教戦闘力プラス10、プロテスタント、我々の国だよ。素晴らしい。よし、そんでもって、選択したプレイヤーに、未知のプレイヤー、あ、これは我々じゃなかったね。まあしょうがない。いい買い物とは商人を騙すことだと考える誠実な人も世の中にはいる。よし、中世の位置、アンコールワットが建てるようになったね。アンコールワット美味しいな。可能なら建てていきたいんだけどな。どうかな、こうしてこうして、うん、うん、では総督のレベルアップ、うん、エステルゴムにこうするかな。研究員、この都市の、市民一人につき毎ターン、科学力プラス1。よし、こっちをやっていきましょう。 OK。 さてと、社会制度だね。どうかな。まあ傭兵、こっちの方を先に開けておきますかね。よし、これでいこう。ではまあ時間もちょうどいいので、今回はこの辺で終わりましょうかね。うん、次回はまた、都市の発展と、まあ岡山欲しいなと思っているんで、まあちょっと考えながらやっていきたいなと思っています。それではまあ最後までご視聴ありがとうございました。